プロレスリング世界ヘビー級選手権試合タイトルマッチルールについてご説明させていただきます。まず試合時間は60分一本勝負とし、通常と異なりましてフリーダウン、フリーロープエスケープといたします。またフルタイム戦って決着がつかなかった場合、判定は行わず引き分けとなり、チャンピオンのタイトル防衛となります。その他につきましては UWF 公式ルールにのっとって行われます。ここで本日の認定者をご紹介いたします。元統一世界ヘビー級チャンピオン、不滅の鉄人ミスタールーテイズ。本日の認定者でありますルーテイズ氏より、ファンの皆様にメッセージがございます。Thank you very much, ladies and gentlemen. Standing in this ring reminds me of 36 years ago when I wrestled Ricky Dozan at Curriculum Baseball Stadium. Very much like this. Tonight, we will witness a contest between Nobuhiko Takada, the undisputed heavyweight wrestling champion,against Super Vader, the WCW World Champion. This is indeed a historical match that will determine who is the undisputed wrestling champion of our world. Pro Wrestling, UWFI Pro Wrestling, is the most sophisticated combat sport of all. I will strive with all my might to perpetuate the nobility of one undisputed pro wrestling champion. I will do that as long as I live. And thank you very much for your attention. Now, 私がこうしてベースボールスタジアムのリング上に立っていると、36年前、現在高田が保持している統一世界ベルトをかけ、後楽園球場のリングで力道山と初めて戦ったことを思い出します。今夜チャンピオン高田信彦と WCW 世界ヘビー級チャンピオンのスーパーベーターが、かつて私が力道山と争ったそのベルトをかけて、このベースボールスタジアムで戦うということに非常に感慨深いものがあります。以前に何度も申し上げましたように、このベルトは高田個人に譲ったものでも、 UWF インターナショナルに寄贈したものでも一切ありません。世界チャンピオンとはあくまでプロレス界の最強最高権威の象徴であり、個人あるいは団体が興行利益のために管理するものではないはずだからです。プロレスとは最高の力と技を持つ最強の格闘技です。よってそのチャンピオンは文字通り世界最強の男でなければなりません。今夜統一世界チャンピオンである高田と WCW 世界ヘビー級チャンピオンであるベーダーによる最強者同士の2人が雌雄を決するということは、プロレス史に大きく刻まれる一戦であるとともに、いずれが勝つにせよ、今夜ファンの皆様とともに史上最強の男を目撃できることであり、この場に立ち会えたことをこの上ない喜びと感じるものであります。最後に、今後この統一ベルトがたとえ誰の腰に巻かれ、どこの団体に行こうとも、私は認定者として真の世界チャンピオンを命ある限り見続けていく覚悟でございます。ありがとうございました。本日のメインイベントプロレスリング世界ヘビー級選手権を行います。青コーナーより挑戦者 WCW
世界ヘビー級チャンピオン、スーパーベイダー選手の入場です。アメリカ国歌の吹奏。
お客さん、どうぞ。続きまして、認定宣言。I have a very important proclamation, please, to announce tonight. I'm here to see a wrestling contest. We are here to see a wrestling contest between Super Vader and Nobuhiko Takada for the Undisputed Heavyweight Wrestling Championship of the World. My original 90-year-old Undisputed Championship belt is at stake. May the best man emerge as the one and only true wrestling champion of the world. Thank you for your kind attention.続きまして、チャンピオンベルトの返還でございます。本日のメインイベント、プロレスリング世界ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。オープナー、挑戦者、WCW 世界ヘビー級チャンピオン、410パウンド、スーパーが選手権者220パウンド高田信彦レフィー和田義和レフィー八重川たち
Thank you.
Give up. I don't know. It's good. Break. Break. Go back. Five, six, seven, eight, seven, eight.
けだ。はい。ダウン取るぞ。はい。はい。はい。ローキック、ローキック、ローキック。ローから、ローから、ローから。Thank you.
無理だよ、力のあるやつだよ、無理だよ、無理だよ、無理だよ、続いて田中選手には武田職人様よりシーズンされたビタミンドリンクが1年分贈られます。それではここで本日の選手権試合で最強の挑戦者スーパーベイダーを見事な勝利で下し2度目の防衛戦に成功しました高野選手にインタビューしたいと思います。高野選手おめでとうございます。どうです、まずは2度目の防衛戦おめでとうございます。ついに最強の敵ベイダー選手を倒しました。そのベイダー選手について一言お聞かせください。いやもう全然中盤もうこれ早くてかすっただけでもなんかグラ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 もらってちょっと腰が引いちゃってドルに入っていったらいいか分からなかったんですけど、まあ、完全良かったです。そしてまた来年からは新たな強豪選手との対戦そして防衛戦が待っていると思いますが、その辺についての報告をお聞かせください。今日終わったんですけど次のことは全然見えないんでとにかくダメージを一気に癒やして今の一から練習を始めます。また次やったらもし次やったら 100% 勝てると。どんな勝負でもそうなんですが今のウェダーに関しては拍手を送りたいです。最後になりますが、もう一度この神宮のファンの皆様に一言お願いいたします。今日は寒い中、大勢のお客様はどうもありがとうございました。来年も頑張ります。皆さんの応援が僕らのパワーです。
足はあるんだけど、近くと遠かったね。だからがむしゃらな、その瞬間配置一辺倒だったけど、そういうところでは、最新のあれがなかったのかもしれない。もう手に取った時にはもう完全に伸びてたから。だけど、引っ張っても、こう参ったの反応があんまりなかったんで、ちょっと、もうしかチャンスがないと思ったからね。ただこういい音がしたんで、筋が伸びたか脱臼したか。もう プロレスリング世界ヘビー級選手権試合タイトルマッチルールについてご説明させていただきます。まず試合時間は60分一本勝負とし、通常と異なりましてフリーダウン、フリーロープエスケープといたします。またフルタイム戦って決着がつかなかった場合、判定は行わず引き分けとなり、チャンピオンのタイトル防衛となります。その他につきましては UWF 公式ルールにのっとって行われます。ここで本日の認定者をご紹介いたします。元統一世界ヘビー級チャンピオン、不滅の鉄人ミスタールーテイズ。本日の認定者でありますルーテイズ氏よりファンの皆様にメッセージがございます。 Thank you very much, ladies and gentlemen. Standing in this ring reminds me of 36 years ago when I wrestled Ricky Dozan at Korakuen Baseball Stadium. Very much like this. Tonight,プロレスリング世界ヘビー級選手権試合タイトルマッチルールについてご説明させていただきます。まず試合時間は60分一本勝負とし、通常と異なりましてフリーダウン、フリーロープエスケープといたします。またフルタイム戦って決着がつかなかった場合、判定は行わず引き分けとなり、チャンピオンのタイトル防衛となります。その他につきましては UWF 公式ルールにのっとって行われます。ここで本日の認定者をご紹介いたします。元統一世界ヘビー級チャンピオン、不滅の鉄人ミスタールーテイズ。本日の認定者であります、ルーテ。